プーリームは、ユダヤ歴アダル月の14日に行われる、ユダヤ教の祭りである。九時の祭りとも呼ばれる。プーリム、プリムとも書かれる。春を間近に控えた季節の祭りである。子供だけでなく大人も仮装をし、賑やかな遊びに浮かれる。グレゴリオ歴の2月、3月に相当するアダルの月は、一年中で一番幸せな月とも言われるが、 それはこの祭りのためでもある。ユダヤの賢女エステルの古事にちなむ祭事である。聖書メギラーの一書である、エステル記に記されている。紀元前586年、エルサレムはバビロニアに滅ぼされ、ユダヤ人の多くは捕囚となり、バビロニア各地へ強制移住させられた。ついでユダヤ人はバビロニアを滅ぼしたアケメネス・アサペルシャの支配を受けた。エステル記によれば、 ペルシャ王、アハシュエロスの高官であったハマンは、ユダヤ人の虐殺を企てた。しかしこの企みは、ユダヤ人を守ろうとする神の意思を受けた、エステル及びモルデカイによって阻まれた。ユダヤ人たちは難を逃れただけでなく、王により、敵対勢力を打倒する許しを得た。戦いが終わった日は後に祝日とされ、縁を催し、この故事を祝う日となった。太陽暦から見ると、 移動祝日となるこの月は、順年には繰り返される月なので、順年には、プーリームと、その関連の祭りや記念は、第二アダルの月に行う。こうすることによって、プーリムを、いつも杉越の祭りの前の月に持ってくることができる。ただし、辛い派は常にプーリームを第一アダルに祝う。順年におけるの第一アダルの14日と15日は、 プーリームカタンプーリームカタンと呼ばれ、葬儀や断食が禁じられている。2018年3月2日に、ユダヤ教の調整党派の居住区である、エルサレムメアーシェアーリームでは、パレードや仮装パーティーが開催され、大量のアルコール飲料が消費された。ありがとうございます。